今のマジやろ。頭おかしいじゃねえかマジで。力丸いわく1でも引かれたら俺の負けって言ってもいいくらいの覚悟があると言ってました。なるほど。OK。 それじゃあ、はい、スタートボタンをお願いします。今回はあのラオウさんと準備はいい。ラオウさんと私ボスで解説やらせていただきます、はい、チェンデなら誰より家にやられた僕が、ユンチェンなら誰よりもやり込んできた僕、はい、これはでも面白そうですね。これはまあ、ショーかなり、まあ、いろんなチェンリーに対して頑張ってますけどね。はい、力丸くんは相当ユン戦強い方ですからね。そうですね。ただショーってまだ力丸とやったことがないんじゃないかと思うんですけど、あるんですかね。ありますね。やったことはないと、ね、きついと思うんですよね。まあ、原因引かれないとこうなりますよね。まあ、見どころっていうか、今は1ラウンド目をとにかく取るのが大前提みたいな感じなんで、1ラウンド目取られちゃうと相当きついですね。1ラウンド目は本当に取られるときついですね。ショーはコンポスケとか異様に高い。そこだけそうですね。なんか他のユンとそうなんです。他のユンなら死なないところでもショーなら死ぬっていう展開が想定外な、はい、ただミキマルさんといえば法薬だとの2択がめちゃくちゃにうまいので、オカルト2択がそうですね。ミキマルのこれでもう射程圏内なんですよね。これもう終わりそうですね。はい、ちょっとでも油断するとこれで終わる可能性もあります。さあここからが地獄ユン、危ない、お待たせ中足。さあ砲翼を当てずにもう体力を、うわきついですねこれは。きついですね。なんかラオさん、勢いが、はい、いや、なんかちょっと、はい、内容について言っちゃっていいのかなっていう。いや、全然言っていいと思いますけど、まあ、とりあえず1ラウンド目はユンが勝つ。チュンリーのゲージは1本以下、はい、チュンリーのゲージが7割ぐらいでいったらまあ予定調和ですね。それ以上に、はい、チュンリーがもう1本目取っちゃうと、はい、だいぶ絶望的。チュンリーが1本目取ったらもう終わりみたいな。終わりです。3ラウンド目に2本貯めて、はい、わざと2ラウンド目締めるんで。そうですね。まあユンとしては絶対に1本目は取らなくてはいけないです。そうですね。ここがねユンきついんですよ。ここからまた近づいてくる。ここからきついですね。あの鉄さんも命がける。力丸はこの限定の返し方も非常にうまいので、ぜひ見習ってほしいですね。準備についてそうですね。さあこうなると苦しい勝負。あれを赤風呂あんなことされたらユンはどうすればいいんでしょうか。確かに、なんかまあすごいつまんなくなっちゃうんですけど、幻影の時だけ触るみたいなのがいいですね、はい、もう一回ですね。さあ力丸この流れは結構来てます。まあ、これで3割減らして、はい、置き攻めに戻ります。置き攻めでゲージが置き攻め2回通さなきゃいけないですよね。これそうですね。さあこれでもう1回通せば行った、終わったーすね。これ死にません。いや、資産ゲージより内側だったの。あれ死ぬんですよ。壊し3回足が完璧です。ここでもう力丸は勝負強い。最後に甘えるパターンをきついですね。壊し当たったからやっぱ1回行きたいじゃないですか。人としてでも、いかせないよって、2-0は力丸に。今のところ力丸が臨床が0です。準備はいい。いやー、レスナーも甘えになってしまうレベルなんですね。まあ、そうですね。ここですね、こういう押せ押せの時にもさっさと1本取りたいですね。そう、そうなんですよ、そうそう、はい、いや、ここね、バンバンもしないで、もうすぐゲージ、すぐゲージ。ここで下がらなくていいんですよ、ね、そう、この発動って、はい、これで殺しに行く。今のは、前方を見せました。あ、なるほど、はい、これですね、力丸うまいんですが、前方を読んで前ないゲーム。あー、プレッシャーが
いきまるプレッシャーがある。まあ、言うん、操作がむずいっすよね。むずいです。審判壊しセッションですが、こっちだけです。さあ、そして、ヘアヘアとミカリをプレッシャーをかけて前出しで詰める。いきまるちょっと試合の内容が強すぎる。自力になってますね。正面から入るとこれは8割かしら。これはすんげー減ってるんじゃないですか、俺。すんげー減りましたよ、これ。実はこれは8割5分ぐらい。いきまるってあんまり X には打たないイメージ。打たない。なんか、調子乗ってないんで。そういう感じ。これは順利側が理想とする展開ですよね。これはすごい理想ですね。自分はゲージ持って相手はゲージなくて最終ラウンド、これ一番チェンリーが美味しい展開。そうですね。あれもきついんですよ ね、あれね、ユンガは殴られる間合いちゃんと意識して読み合わないと。そうですね。一方的にじゃんけんじゃなくてボコられちゃうんで。じゃんけんじゃないですよ。じゃんけんじゃないですよ、一方的ですね、うん、移動投げ、移動投げきつい。ここで限界も出ません。謎の遠距離大キックヒットは下風呂で立っちゃったんでしょうね。やっぱああいうとこも一発ですけど、下風呂しゃがみが中盤ですね。中盤して巻き込まれたのか。あれは巻き込まれます。3-0力丸、3-0力丸。もうゲージ力丸半分溜まってますからね。僕だとこれで死んでるんですよ、半分溜まって。力丸の凄さ、むしろ溜まって勝ってますからね。恐ろしい。端のねキープとか、はい、すごくないですか。すごいですね。端からいかに逃さないようにするかっていう取り玉戦法が。さあ抜き中継は力丸も覚えてますか。しっかりこれみんな上の共有してますからね、情報を。今は三位一体というか、あれがきついんですよ、遠距離に。さあ強気にいけないショー。こっちの打開すらブロールに決まる。さあ自信の通り本当に重戦をつける気があるのかに決まる。これはあそこちゃんと返してくるのか。そうですね、これは確定でした。さしげるしね。さあこの雷撃が珍しく通る。いや、まあ、下見てたんでしょうね、はい、ただここでもう一回噛み勝たないと言うのが出ません。強気攻めで、もう強気の、あー中盤大2章でも死んでたのですが、僕は中盤大2章行くと思ったんですけど、そうですね、前ちょっとあったね。そうですね、難しい方を選んで中盤ロー2章にしようとした。いや、それはないですね。それは違う、ローゼッション。中盤ローゼッションです。多分ですけど、普段から違う。普段からそうですよね。プレッシャー、プレッシャー。プレッシャーの他のことではなくて。さあ、力丸が4本、翔が0本。次、力丸が勝つと一旦休憩となります。これね、チェンリーがゲージさんにやっぱリスクを行わなきゃ、はい、これができる、できないと、はい、ショートが。で、まあ、うまく、あと、決断って溜まるんで、溜めたいところ。はい。クエスチョンのところで、師匠の、師匠の師匠のメスターさんからも一言いただきたいですね。どういうメスターさん、メスターさん、じゃあ、僕と、あ、おさん。はい、メスターさんの弟子1号生の翔くんなんですけど、そうですね、今ボコボコにやられてますけど。そうですね、師匠として何が悪いという点を、ちょっとなんていうんですか、順位の積みどころっていうのが、はい、かなり、基礎的な部分で差がある、はい、まあるんですけども、はい、ただやっぱり芸人のゲージをちょっとうまく使えてない感じはします。ゲージをうまく使えてない、はい、溜まってるんだけど、はい、もうすぐ溜まりそうっていう状況で、下がれば絶対溜まるところで行っちゃってとか。あー、なるほど。ここは下がらなくちゃいけないっていうところになってしまって。そうですね、まあ、難しいですけど、人数人数に差し出せば決められるわけで。そうですね、はい、ただ、前に行ってもやっぱり差し返されることがほとんどなので、はい、そういう意味ではやっぱり基本的には下がるっていうスタンスを見せて、追っかけてくる準備を追い払うっていう方が、まあ、はい、基本的には、ゲージが溜まるので。なるほど。と言ってらっしゃるし、赤身くらいの中央主攻力。
返しています。これは先年はすごいいい反応でしたね。あそこでバックダッシュ、おお刺さった。長井がさあ生涯意地で1本。あのバックダッシュは正直ないと僕は思った。そうですね、ないですね。チュンリーはそうですね、まあ EX が読みだったのかもしれないんですけど、とはいえチュンリーって最速で発生する技が一切ないので、はい、下がる必要は全くないです。そうですね、壊しを重ねるだけで基本的には全部潰れるので、はい、プレッシャーで、そうですね、本来であれば確実に下がってはいけないところでしたが、まあ勝ったのはなしです。つまり武道ということですか。いやあのラオウ、いかや山の武道だったの。あのラオウが交代してしまった。今のでも渋野バックラッシュは武道でした。確かに鬼を見たと。確かにあんまり笑わせると本人たちに良くないんで。確かに今のバックラッシュは武道の原因が見えましたね。ちょっと見えてしまいました。今はちょっと僕と好きな人しか分かんないと思うんで、出た小コンボちゃんと最後まで決めてしまった。これは師匠より上手いんじゃないですか。そうですね、あれはもう完全に上手いです。一番上手いです。あのしゃがみと立ちで歩くと変えてるんですよ、勝負って。そうですよ、はい、だからしゃがみだと本当に8から8まで完走するんですよ。そうですか。ちょっと勝負はいいペースになってきたんだ。そうですね、これはミスターマイク声を聞いて戦ってるのは一人ではない。やっぱりコンボが痛いと、そうです、あの計算来るじゃないですか。多分1本取って結構吹っ切れたっていうところもあるかなって気がします。はい、まあ、勝てるんじゃん。そうです、まあ、これでもいけるって思うと意外と、はい、まあただ力丸も武道投げこれっぱりですよ。いけるわけねえだろっていう感じでした。使うまでも減ったよ。まだ投げる。ただクイック取ってたんでずっと、はい、まあ、投げられやすいとは思うんですけど、あのゲージが溜まってるんで、はい、今ちょっとゲージがちゃんと溜まってますので、実質どうしたらいいですね、これは。はい、どっちにしても1回目は勝てないんで、ゲージが。そうですね、ちょっと早いところで1回でゲージが発生して、崩しもうまいですね、うまいですね。ただ、ちょっとやってないっていうところが何か所もありますね。そうですね、雷撃を取ってちゃんと待ってるのに中央勝負を見せるのは普段はありえないミスなんですけど、はい、ちょっとあれはやってなさが不利ですね。最後に切ればこれはギリギリ死なないですね。そうそう、この条件の準備は強いです。いいもある。そして力丸と横川がここから強い。ちょっとでも甘えるとさあここで方向を決める。さあもう勝負ですね。ここはここはどっちだ。中リープから中足を泳ぐ戦、力丸5本で一時休憩です。1分の休憩です。5対1です。あ今のはすごいですね。今のが力丸ですね。さっきも最初の方でリープから元気見せたんですよね。あ決めてましたね。重ねビタですもんね、はい、いや今のはすごかったですね。あれなんですよ、今ね、でも、はい、2ラウンド目で力丸くんが7回ぐらい投げて勝って、なんだよ、あいつがっかりだよみたいな感じになったところを翔も今、2回投げられて勇気を出して飛んだんですよ。翔、はい、は変化したんですよ。そうですね、でも力丸もそろそろ変わったらっていうところで決めたっていうところに何か敬意を表したいですね。どう、合ってる合ってる合ってるでしょ。翔頑張ったよ、よかったよ。あ、まあ、余計なこと言ったかな、僕。あ、これが後半戦です、はい、はい、力丸が5本で、翔が1本ですね。まあ、翔が2本くらい取れたらいいって言ってたんで、まあ、実力はちゃんと、なんか、すごい。そうですね。有言実行。まあ、こういう流れになりますよね。芸人陣ダメージ食らっても、このゲーム食らってもゲージ溜まるんですけど、 FA は食らってゲージ溜まらないんですよ。だから芸人陣はなんかね、芸人陣でダメージを取るのがユンはいいんですよ。追い打ちもなんか難しいですよね。いや、ぶっちゃけね、追い打ちでゲージ超なんかバグってて、通常の食らいより芸人陣の追い打ちの方がダメージがゲージが増えるの、火ダメが。
くなったな。そう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 。原始力が高いんですよね。だからこう幻影陣と勝つっていうのはすごい大事で、はい、だから SA のゲージが、はい、SA の攻撃力高いキャラ強いっていう。来月1回で密着できない場合の読み合いが力丸は強い、はい、だユーカーとしては来月1回触れて寄れるところまで寄ってから上から行かないとずっと力丸優位の土俵で戦わされるんですよね。確かにその通ってるボールが優位なときに来月1回近づけるポイントでしか当たってないんですよね。そうそうそうなんですよ。それがね非常にうまい。これもねユンがチュンリーがダッシュ1回で寄るところにちゃんとリスクを与える技置きをしないとああなっちゃうんですよね。まだ分かんない。あ初めに詰められてるとジンも当たってもダメージがそこまでいかないんだけど、そういう意味もきついんですよね。初めに詰められてる、まあ、でもショーなら半分ぐらい減らせるでしょ。大満サラシくらいだとするみたいな。準備はいい。6対1すごいショーの持ち味を出させない戦い方というか、弱弱地のとこにいないですからね、力丸が。そのターゲット見てないです。ここ荒らせる、ここ荒らせる下がるよね。で、お、行く、行くまで行く。2本取られたら負けって言ってましたけど、まあ、崖っぷちですね。崖っぷちなんですかね、これは。割と盤石のポイントはこれで決まるが1、はい、決まるが7ですね。7対1ですね。ショーまだやっぱり早かったということですので、これやるか。いいところがやっぱりちょっと出せてないところはあるんです。それはありますね。ショーの持ち味がやっぱり力丸が近づかせないせいで、近距離の組み合いが結構強いんですよ、ショーは。ああ、それはありますね。僕とか野球とかは比較的近距離での的を絞らせないっていうのが結構意識を避けるんですよ。そうですね。ショーは比較的近距離で寄り合った時の強さとかかなりあるので、そうですね。落ちるとかに結構近いのかな。ああ。雷撃、綺麗なあの三角形雷撃あるじゃないですか。あの三角ですね。三角雷撃あれを取ってやっぱ遅らせ治療力を確定してくる準備っていうのは本当にきついんですよ。そうですね。あれができるできないの差も相当でかいですよ。胴投げで割り込む一応のリープがガードされるとマイナス4ちょっと胴投げが続くんです。あ、確定なんですね。マイナス4なんですか。三角形雷撃先に追い詰められると相が調整できないポストマンの三角形雷撃です、ね、綺麗なあれですよ、ね、足台1台星座みたいなのあの三角形です、ね、これは古木まで入れて最大です。この読み合いの回数が減らないの。そうですね、ジャンプした瞬間ジャンプさんで飛びを力丸が8本。はい、青座も物申したいそうですけど終わってから解説ユンガーの心構えみたいな。そうですね。
始まらないですね。そうですね。ちょっと今の時点でどうしても、ゾンビで出てしまうのが、はい、出てしまうことが多い。それはあります。このクラスのゾンビだと、本当にあの、はい、地上で勝負できるの作るんじゃないなって思うぐらい、まあ、技の相性が悪いので、このクラスのチュンリーと他のチュンリーは全く別物と考えないと、そうですね、本当に通用しないですから。やっぱショーみたいなコンボ性が高い人間でも、ああいうプレッシャーがあるとやっぱり落としてしまうんですよね。崩し方は本当にうまいんですけどね。本当にうまいですよね。結構初めて見るような連携というか崩し方を、はい、そうですね、ちょっと見ることが結構あるんですよ。結構オールマイティな連携を持っているんでショーは、はい、大パン大パンからリープで切ってエネタクトが、それも通用しないで、これですね。僕ちょっと前からショーに対して思ってたのが、投げ式を出しすぎなんですよ、彼は。はい、あの癖を抜かないとやっぱりこのゲームはダメです。そうですね、リキマルがこれで9でリーチですね。リキマルが、そうですね、リキマルが星9本、ショーが星1本で、リキマルがリーチです。話戻っちゃうんですけど、はい、投げ式絡みがこのゲームで一番大きいです。そうですね、本当に投げ式絡みさえ上手くなればこのゲーム強くなれるって言っても過言じゃないぐらい重要だと思うので、いかに甘えで投げ式を出さないように立ち回るかっていうのは本当に重要です。かなり待ちどろもが入っちゃう。赤風呂も取って放浴戦、あとはゲージがどうなるかでしょうか。そうですね、ここはもう無理やり決断でこじ開けるしかないといったところですが、そんなことはさせないと。あの状況言うのは結構打ち解くっていう部分もあるので、はい、結構頭に、そうですね、もう死ぬんで元々っていう状態なので、これは負けても別にしょうがないで、そうですね、もしかしたら、そうですね、あれ当たるとざわってなりますもん。そして今の見ましたら、飛ぶ瞬間をコパコパホール、また投げ式を出してしまう、膝膝で力まる圧勝。さあ、さすがの貫禄でしたね。ちょっと2人に一言ずつもらいましょうかね。力まる、1回だけ星をつけられましたけど、どうですか。いや、もう本当に僕の負けだと思ってるので、はい、まあ、ちょっとやっぱ、まあ、1回負けたんで、まあ、僕の負けかなと思ってます。なるほど、はい、ショー、2ぐらいつけたいという意気込みありましたが、1でしたが、どうですか。なんかその1もちょっと実力じゃなくて、ちょっとまあ運頼みな感じの時にたまたま当たって、はい、勝てたかなっていうのはあります。なるほど、ありがとうございます。これは10先勝ちって、はい、1日3セットまでなんですか。そうですよ。なんかちょっと師匠のメスターさんが不服そうな感じなので、いやいや、それもしそういうのがありましたら次回です、次回です。これは一応ですね、どっちかというとちょっとなんていうんですかね、見たい人もいると思うんですが、いや、今日メスターさんまだ1回も勝ってないので、まあそうですけど、まあ、やるべきだと思うんですけど、いや違う、一応ねこれ、あ、まあそうですね、今日ただですね、この10先ガチャの申し込み、まあ来週もタナトス対ピノとか入ってるんですけど、なんかね、敷居が高く、今日みたいなガチすぎると、誰もエントリーしてくれなくなったらすごい嫌だなっていうのがあるんで、それどうですかね。まあ、そう、僕も、はい、まあ、いろいろ思うところはあるんですけども、はいはい、まあ、ちょっとボッコボコにさっきされたばっかりで、はい、今やってもちょっときついんで、はいはい、まあ、ただね、ユンチュンっていうことに関しては、まあ、納得いかないところもあるんで、はい、次回ちょっと機会があったら仇は取らせてもらいたいなと思うんですけども、はいはい、ちょっとやっぱレベルが高すぎちゃってね、俺は入って、この10月に申し込む人が減ったら嫌だなと思っちゃって、はい、まあでもですね、どんどんエントリーとかありましたらしてください。一応来週はですね、タナトス対ピノ他2組を予定しておりますので、皆さんまた、ご視聴ください。今日も見てくれた400人の方ありがとうございます。また、来週も、いい配信ができればいいなと思います。お疲れ様でした。ありがとうございます。